柏マスクです。明けましておめでとうございます。あ、この前やったか、これまた同じだ。大体ワンパターン。よろしくお願いします。ちょっと今日はちょっと恥ずかしいことがあって、それをちょっと話をしようかなと思います。僕ね、基本的に普段はちょっとこれ脱ぐとちょっと髪の毛薄いんだね。で、髪の毛薄いから、スーパーミリオンヘアあるじゃないですか、ああいうのちょっとつけてるのよ。で、それを、普段してるんだけど、基本的にあんまりバレたくないんでね、結構恥ずかしいんだよね、あれ。つけてること自体恥ずかしいんだよ、そもそも。で、その、恥ずかしいんだけれども、とりあえず、歯が痛くなって、歯医者行ったんだよね。で、歯医者行って、1回目ちょっと、ひょっとしたらそこ注意されるかなとか思いながら行ってきたんだけど、その時は注意されなかったんだよ、ただ2回目行った時に先生に、ちょっとよろしいですかって言われて、実はですね、ちょっと頭に色素みたいなものついてますよねって言われて、ですね、私のこの白衣のところにですね、当たってですね、ちょっとついちゃうんですよって言われて、で、ちょっと申し訳ないんですけれども、これかぶってくれますかって言われて、その先生って男の人は、男ただ、助手の人は超綺麗な人、もうすっごい恥ずかしくて、でも次回からちょっと次回というか、かぶってほしいんですって言われて、それかぶって、で歯の治療を受けたんだけど、その治療してる姿っていうのは歯の治療じゃなくて、なんかもう本当に外科手術みたいな感じで、もう手術台に乗ってる感じの感じで、なんかヘアキャップして、ここら辺全部真っ白で、で歯の治療してる。すごい恥ずかしいんだよね。やっぱり本当に助手、ちょっと上見たら助手の人すごい綺麗だし、目開けるやっぱり、でも超恥ずかしかった。やっぱりもうな、本当そもそも素の自分で勝負できたらいいんだけどね、素の自分でいけたらいいんだけど、ちょっと僕恥ずかしいのよ、やっぱり。じゃあ本題、今年誰期待する？今年入ってきた選手いろいろいるよね。ドゥグラス選手で、あと森海斗選手、岩下選手、あと誰だっけ、あと高校生、マイエ選手、マスカケ選手、いろいろいるけど、誰に期待する？僕は小山選手。J2 時代京都だよね。レイソルが J2 の時で京都でやってて、結構いい選手だったなっていう記憶があって、あと鳥栖でも結構うち点決められてんやん、去年ね。あれすげえいい選手だよね。もう今年日立大で大暴れしてすることを期待してますね。小山選手頑張れー。
何これ感想ある抜けた感じ抜けてねえよ、こんな一生懸命なのにさ今日はこんな感じになりましたけど、これからもよろしくお願いします。そしていいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバイ。